意見交換会で浅見先生が、発案された、指をこう縛ると、整形白くやるときの血が出やすいというので、買ってきました。これですね、カラーモール100均で、まあ、100円で売ってます。40本入ってますので1本がだいたい 2円50銭です。これを、使って整形白くの中で一番指が大きいのは親指でしょうから、これにこう巻きつけると、ちょっとキュッと締めてくるくるっとこう2回ぐらい締めると、まあ、だいたい外れませんので、ちょっとやってみましょうかね。一番出にくい F2 をやってみます。で、この位置ですね、よいしょ、これでいいかな。プチッとしか出ませんね、プチッとしか。よいしょ、こんな感じですね、今出てるの。まあこれでも効かないことはないぐらいの量は出るんですけど、ちょっと絞られる方にとっては、辛いくらいきつく絞らないとダメと。で、まあ使い捨てになるんですけど、締め具合もこうキュッキュッとこう引っ張ってギュギュッとやると結構締まります。でこれで、締めて、動脈の血液が中通ってますから、表面通ってる静脈の血液をこう止めるとどうなるかと。でこう意外と流れるように出るわけですよね。もうさっきとほとんど同じ力ですから、もうこれぐらい出ればもう十分、効き目があるだろうと。この、出方ですね。皆さんもいろいろ追試してみてください。でまあこれで、また外したらどうなるかっていうのもやってみましょうかね。で、こう外しました。で出方を確かめて、ちょっとこう出方足りないですけど、一回こう出が良くなってるとまあまあいいのかなと。あ、でもやっぱりちょっと出方が少ないですね。さっきよりも力加減を強めにしないと、もうダラダラダッとさっきみたいに流れる感じじゃなくなってますね。キュッキュッと、まあ1回か2回か絞って、これもオレンジですから、色もこういいですよね。こんな感じです。もちろん使い捨てにしていただいてと。